皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日はこちらに並んでいるライトカーボンの E732、 これと一つ前のモデルライトカーボン E73、 この2つを比べてみようと思います。なんせ8年ぶりのモデルチェンジということでね、いろんなところが新しくなってますから、そのあたりをご紹介してまいります。左側にあります、こちらがライトカーボン E73、 先代のモデルですね。それに対しまして右側のこちらがライトカーボン E732 ということで、1型と2型、まあパッと見てわかるのはこの雲台の違いですね。クイックシュー式とダブルナット式ということで、まあこれはいろんな私の経験からですね、クイックシュー式だとパッと見でどう取り付けていいかわからないという人がいるということに気がつきまして、やっぱりダブルナット式はどなたにでも分かりやすいというところ、そういったところはこだわりですね。で、雲台の下部分はほぼ共通の設計、ハンドルも同じということで、実はこれ雲台としては兄弟モデルなわけですが、雲台の上の部分ですね、スリック用語で言うと雲台 C というんですけども、ここを違うタイプにしてダブルナット式ということにしています。まあ、この関係でカメラがしっかり固定できますよというところがポイントの一つですね。そして外観で、まあ、皆さんご覧になって大きな面積を占めているから分かりやすいと思うんですけども、このライトカーボンの E73 の時はウレタングリップがついていました。ところがライトカーボンの E732 になってウレタングリップをなくしたわけですね。まあ、このあたりはね、ファッションというか時代といいますかね、このウレタングリップってそうですね、2000年代に入ってからですけども、ウレタングリップがある方がパイプが太く見える。だから細い三脚の細さ隠しになるということがあったのと、まああと触った感じが暖かくていいみたいなことがあったので、一斉にね、いろんなメーカーが採用したというものなんですが、結構ね、これ経年変化でボロボロになるといった意見もありますし、あと、まあこのスリックっていう、この印字されてるのも経年変化でどんどん剥げていってしまうということで、見た目はね、長く使ってるとかっこいいというわけではないという問題もあったわけなんですね。で、これはめようとすると自分では取り付けできないんですね。空気で膨らまして下から入れるという構造なんで、これ工場じゃないと取り付けできないしということで、なかなかね、これどうしようかという問題があったんですが、今回は思い切ってなくしました。まあ、この2020年代になってからいろんなカーボン三脚を見てみると結構ないのがあるということで、その太さがね、細いというのを気にする人もあまり多くなかったりとかね、どちらかというとこのね、カーボンの柄をしっかり見せたい、デザイン的なところも含めてこのライトカーボンの E732 2型ではウレタングリップをなくしたという結論になったわけですね。よく見るとね、カーボンパイプも違うんですよ。これが一世代前のもので、こちらが新しいものということで、実はね、今回のライトカーボンの E732 は4万円台のメーカー希望小売価格ということで、非常にね、今までよりも安く提供しようという発想があったものですから、これパイプをですね、もう一遍調達方法から見直したわけです。だからパイプ自体はね、コストダウンしてるはずなんですけども、見た目はね、このカーボンの柄がよりはっきりしてかっこいいパイプを入れることができました。だからデザイン的にもこのウレタングリップをなくしてカーボン三脚であるというのがパッと見わかるということになったわけですね。ただこのウレタングリップをなくしたことの問題点としては、スリックという文字が表に、まあパイプに印刷すりゃいいんじゃないかという考えもあるんですけども、今回はこれを印刷しませんでした。そうするとね、よく私が言ってる前足、被写体側に来る足がパッと見わかんないといった問題があるんですね。ところがね、これはどういう風に見るかというと、三脚を反対側、つまり使う人側の方向に向けてみるとですね、この、よいしょ。この裏側ですね、名前が書いてあるところが、本体の名前が書いてあるところが自分の側に来ると、ちょうど反対側に前に足が一本来ますよという感じで、取り付けができるわけですね。で、このライトカーボンの E732 の場合は水準器がありますから、水準器が自分の側に来る位置にセットすると、
ちょうど向きがちゃんと向く。向きがちゃんと向くということは、もう一遍表に返しますとね、エレベーターを操作するときのこのエレベーターのロックのつまみがですね、右手側に来る。まあこれが基本の位置関係ですね。左利きだからとかいうことはあんまりなくって、あの右手側のここにつまみが来る位置が正しい位置ということで設計されてますから、この2つの三脚の場合、まあ、特に新潟の場合は水準器と三脚の名前が自分の位置から見えることというふうに位置決めをすると正しい位置にセットできるというふうにしたわけですね。そして、まあ、8年ぶりのモデルチェンジと言ってますけども、それ以上の進化があるのはこの本体部分ですね。このライトカーボン E73 の時の開脚機構はこうやって引き出す形で足を開くという構造なんですけども、これの原設計はグランドマスタースポーツという三脚、1983年の三脚です。で、1983年の三脚でこれを採用したんですけども、元々の設計は1970年代と言いますから、で、あの設計者が退社した後に、83年に製品化されたということで、元々設計した人はこれは岩崎さんという方が設計したものだったんですけども、まあこのザ・プロフェッショナルとかでも使っている引き出し型の開脚ロックということで、まあこれはね、欠点としては自動的に戻らない、自分で押し込んで通常開脚に戻すというスタイルなんですけども、そこが、こちらのライトカーボン E732 では原市ロック式、原市さんという設計者がこれね、2012年のホトキナには試作モデルで出たので、実際には10年前ぐらいには形にはなってたということになるんですけども、まあ、実際に製品に使われ出したのは最近ということで、これをボタンを下に押し下げる、で押し下げた形でここでロックされますから、このまま開いていくということで、今カチッと戻りました。これで開脚、一番開いた状態で戻すと中間開脚、さらに戻すと通常開脚ということで、自動復元型なんですね。セミオートラチェットとも言いますけども、で、このスタイルを採用することで、押し込んだボタンがここで一旦ロックされるから、あのここのね、足の根元で押しながら引き上げるといったスタイルの開脚ロックを採用されているところもあるんですけども、こうするとテコの原理といいますか、ここが支点でここで開こうとすると結構重いわけです。でもここで一遍ロックがされて、この先の方、足の先の方で開くから軽い作動力で足が開けますよというところがポイントなんですね。まあそういったことで、この原市ロック式の開脚機構を採用して、でしかも本体も新型になってますから、このエレベーターのロックのつまみも従来のものよりもずっと大きくて回しやすくなっている。で、部品の形状もより新しいデザインに変わっているというところが違いですね。このように8年ぶりのモデルチェンジのライトカーボン E732、 今日は3段で紹介しましたけど、あと E742 というのがあります。本当にいろんなところが使いやすくなって、しかも価格はお求めやすくしましたよというのが特徴です。ぜひですね、どんなぐらい使いやすいかというのをチェックいただければと思います。田原英一のこのチャンネルでは、このようにスリップ製品のいろんな情報をご紹介しておりますので、よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。